ヴィンテージに興味持ち始めたのはいつ頃だったりとか、どういうか、なんかきっかけみたいなのとかってあるんですか？3代目としてデビューして、そこからヴィンテージデニムをこう現場とかで生で見たりとかするようになって、ベルベル人に行くようになって、初めて買ったのがミニチさんっていうタイプで、武骨さもあるし、時代背景、年代によってあのディティールが違かったりとか、形が違かったりとか、ボタンが違かったりとか、理由をどんどんこう、ね、年代とともに知っていくと、よりこうどんどんハマっていってしまってっていうか、もともとはね、作業着で作られたものなのに、それがファッションになっていったりとかして、今だともう当たり前のようにデニム履くじゃないですか、一つのカルチャーになってるんで、そういうものってなかなかないと思うんで、すごい知れば知るほど魅了されてきますね。なるほど、なるほど。現場でヴィンテージのデニム見たり、みたいなお話あったんですけど、それって先輩が履いてらっしゃってとか、3代目の先輩履いてらっしゃってとか、そういう感じなんですか？なんかその現場のスタイリストさんが、持ってきてくれて、あ、これヴィンテージだみたいな。あ、そう、衣装として衣装として、そういうところで初めて触れたっていう感じですかね。王道から進んでいこうと思ったのとか、リーバイスの魅力みたいなところとかって、自分が最初にそのヴィンテージを知ったのが、まあリーバイスでもあるので、まずリーバイスの歴史をもっともっと深く知りたいなっていう思いもありますし、そこを行ってから他のなんかリーとか、別にデニムじゃなくても、あのミリタリー系でもいいと思いますし、いろいろ掘っていけたら面白いなっていう、まずはリーバイスを、もっともっと知りたいな、あともっともっと着たいなと思ってます。それだけヴィンテージにハマった理由、ハマる理由、あるいはこう、皆さんに魅力を伝えるならどういうことがあると思いますか？難しいですね。男って一回は絶対ハマるじゃないですか。わかります。何なんでしょうね。不思議です。そこがだから説明のしようがないというか、やっぱりかっこいいと思うし、説明できない気持ちと、あとさっき言ったその歴史を知ると、どん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 魅了されていくっていう、ストーリー性みたいなので惹かれがちなところはありますよね。特に男の人でヴィンテージが好きな人、音楽とかもやっぱりその、もちろんアーティストの楽曲聴いて曲だけで好きになる人もいるんですけども、やっぱりその人の、性格とか歴史とかを知っていった方が、より楽曲の聞こえ方とかも違ったりとかしてくるので、それにちょっと近いのかなと思うんですけども、歴史を知るっていうのはすごく重要なことかなと思います。理解度も深まるというか、絶対そっちの方が、理解がないと価値もわからないと思うから愛せないんじゃないですか。ヴィンテージだとあれですもんね、こう探す楽しみみたいなところも結構あったりするんですか？そうですね、今自分が来てヴィンテージ自体もなかなか出てこないですけども、出てきたところで被りがないじゃないですか。着てた人によって左右されるというか、そういうところもすごい魅力的ですよね。なんか知れば知るほど楽しいですね、やっぱり。お話はこんな感じで大丈夫かなと思います。はい、すいません、いろいろと。はい、ありがとうございます。引き続きじゃあ連載よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しみにしててください。